なくて怖いから、未来が見えてしまって悲しいから、目を閉じて優しい思い出に浸ってしまう。悪い、また、ね、一足遅かったね。彼女いつもの場所で待ってるってさ。お悪いね、お客さん。で、探してるのってどんな子？願い事は？明日お姉ちゃんに全部言えますようにって。怒るよね、ずっと隠してたから。セラの分まで俺が叱られるよな。あ、もっとでかい願いにしろよ。願いを叶える伝説の花火なんだぞ。伝説か。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。その使命がわからねえのにどうしろってんだろうな。突き止めて何とかしよう。セラを化け物なんかにさせねえよ。使命を果たしてもクリスタルだよ。昨日プレゼント買った時、ついでにな。こういうの詳しくないから気に入るといいけど。何があっても俺がついてる、永遠についてる。だからその俺と結婚してください。はい。よっしゃ、やったー。
伝説の通りだ。願いが叶った。え？さっき花火に願ったんだよ。OK もらえますようにって。じゃあ私の願いも叶うかな。ん？お姉ちゃんに話せるよね、ルシになったこと。おい、翻訳発表の方が大事だろ。ライトニング、どんな顔するだろうな。俺からは姉さんか。ありがとう。なんだよ、これ。ビル事故だよな。あそこから落ちてきて、湖ごと結晶だと？何がどうなってんだ、ファルシの力か。俺たちは一体どうやってここに。私が知るか。生きてる。どうして。セラだ。あんなに上から落ちたのに助かるなんて奇跡だろ。セラが助けてくれたんだ。ふざけるな。いいか、セラはお前のせいで。姉さん。なんだよ今の。魔法だよ。ルシの力だ。ファルシに呪われたんだ。ルシにされたんだよ。Thank you.
本当にルシーなんだな。らしいな。お前は？うん、ほら。おお。全員ルシか。なんで僕が。僕は関係ないのに。あんたらがファルシなんかに手を出すから。僕を巻き込むなよ。あんたのせいで僕のあんたもセラも迷惑なんだよ。おい。悪い。大丈夫だからね。ほら立って行こう。ルシカ。おう、みんな仲良く国運の敵ってわけだ。おったり。